さあ、ボアス探偵団、正解の最終日。うん、はい。今日はある場所に、飛び出してまいりました。言っちゃうよ、もう言っちゃうよ、もう。場所だけは嫌だ、今だよ。言っちゃう、言いたいんだもん、だって。もう、CM。くなみくん、藤川くんのイエローカードなんて怖くない。この番組は森永製菓がお送りします。見たい、聞きたい、覗きたい、あなたの依頼に応えたい。くなみくん、藤川くんのボアッチ探偵団。もう合宿も佳境すぎまして、ある情報を得まして、夕食後のですね、ある場所に、選手がですね、数多くの選手が練習の疲れを癒し、集まってそういう情報を私が入手いたしまして、これはちょっと見逃せないということです。サンプレコーダーを手に潜入取材を、そこはゲームセンター、ゲームセンターで潜入取材をいたしました。そこにいる選手が追跡をやろうとしたんですが、一番最初に見つけた選手、その方はですね、マジで見つけた1番目の選手、この野郎、藤川です。藤川がですね、ボアッチ探偵団って何て言うの、勝てるの、邪魔しないで、日本が勝ってます。負けたやつです。私は一生懸命ボアッチ探偵団の仕事してるのに、藤川探偵はこんなところでゲームをして遊んでるやつ。非常に広いゲームセンター、これは嬉しいですね。後ろからボンって叩いてやろうかと思ったんですよ。一応選手ですか、レポーター野球部の選手に、仕事してましたちゃんと。ずっとそこに通ってるっていう、あるそうです。続いて突撃来たのですこの方です。これはブロック崩しです。ブロック崩し。今スコアは89,950点。選手優勝などどうやって逃げる？やめろ。やめろ。やめろ。申し訳ありませんでした。何名いけるんだこれ。アルシンドが非常に強さ強調。今誰？林健太郎。あ、健太郎ね。これね、なんか今はブロック崩しっていうのがありますよね。あ、あれがちょっと高度になってるんですが、なんかすごく流行ってて、選手たちも。これをね、優勝後必ずゲームセンター行っては、何年出るか最高得点を出すかっていうのをやってたんですけど、林健太郎はそれをね、本当に真剣に一人でね、別の、みんなが集まってるところで別のところで、一人っきりこうやって一生懸命やってたんですけど、これはちょっと接続するしかないなと思って、聞いたら、インタビューに答えてくれたんで、集中が切れちゃって終わっちゃったんです。人の人で邪魔したいんです。人の方、あの進度が上手いと気になりましたね、今の言葉。これでね、あの進度いろいろ探したんですけど、いなかった。なかなかいないんです。でね、人だかりがあるゲームセンターの中に、人だかりが、はい、そこに見つけました。今度またアルシンドがですね、テレビゲームをやってる模様です。アルシンド、テレビゲーム。そうですね、私ね、わからないね。わからない、うまいテレビゲーム。一番私。3-6-0。これはですね、一応ブロック崩しというゲームを今やってるんですけど、アルシンドがブロック崩しに夢中になっちゃってですね、今一生懸命やってるところですけど。布部選手やってますけど、これは得意ですか？得意、自分では得意と思ってるんですけど、アルシンドには負けます。ちょっと桁が違いますね、だってもう、はい、21万点ですからね、すごいですよね。今またファンの人が来てですね、もう今はダメだし、元ファン、仕事じゃない、仕事じゃないね、今やっぱ写真大丈夫、遊んでる最中ですからね、もうファンがとにかくすごいんですよ。
これね。ねえ。アルシンドのね、周りは人だかりでね、やっぱそうなんですけども。ちょうどね、土日が絡んでたんで、特にすごかったんですよ、この時。ああ、なるほど。で、ほら、ファンの皆様にね、応対するのは、これは仕事のうちですから、やるんですけども、うん、その時は遊びですからね、僕ら。アルシンド真剣に遊んでますんで、邪魔だっつって怒ってたんですよ、本当にその時だけ。いつもは優しいんですけどね、どいてくれみたいな。それ21万点かかってます。これすごいことなんですよ、21万点ってのは。普通の人がだからもう、7面か8面やるの、あいつは23面とか。あ、クリアクリア。クリアって。この合宿中初めて、そのブロックス賞したそうなんです。それから燃えてしまって。天才ですよ。すごいなぁ。とにかくなんか集中力がね、異常だっつって他の選手たちが、まあ、ほとんどの選手そこにいたんですよ。弟だとか渡辺とか今、これから出る菅原とかですね、いろんな選手もインタビューしたんですけれども、このアルシンドさんの集中力たら、皆さん見習いものがあって。あとね、武田、菊池、新吉、藤吉がビリヤードね。ビリヤードやったね。それから、フロントの、フロントじゃなくて、コーチングスタッフ、ネルシーニョ監督、マルキーニョ、ファンタット、バーミールコーチはボーディングをやってましたね、そしてうちのサテライトの中村和也コーチ、一人でカラオケを歌ってました。あとね、戸塚哲也、石川公、ギャンブル組はパチンコ。パチンコあるんですよ。パチンコあって、ホテルの中に。そのアミューズメント施設の中にパチンコ、ボーリング、ゲームセンター、ビリヤード、カラオケ。しかもパチンコは両替までしてくれる。へぇー、ねえ。全部は素晴らしいところでした。すごい。くなみくん。藤川くんのイエローカードなんて怖くないもん。いやもう明日明後日は言う全部再開ですね。再開。俺今日話聞きましたしね、こんだけリフレッシュしたベルディってのがかなり期待できそうです。楽しみですね、セカンドステージ望みに行きたいと思って。そういう方したいですね。で、来週はですね、スペシャルウィーク第2弾。まだ行くんだ。これからちょっと考えたらすごいの。すごいことがありますよ。もう今週も面白かったでしょ。面白かったですよ。そうかな。来週はすごいぞ。津波くん、藤川くんのイエローカードなんて怖くない。この番組は森永製菓がお送りしました。